はい、どうもです。タマトはスキルマックス使っていきます。まずは、発動数と補正ですね、見ていきたいと思います。表もありますし。さあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11、12、13、14。お、意外と軽いぞ、これ15だな、多分。15です。はい、15で消去数が35で、35で217コイン。あ、マイナスかかってる。ここです、ここです。35で258稼がないといけないんだけど、227か。10コインから237なんで、マイナス創生かかってるんかい。まあ、かかるよな、あんだけ消去数多ければ。はい。ということで、フルアイテムやっていきましょう。あとはスキルループするかどうかっすよね。37。35。繰り越しできてね。 でも古典消去はね、マジででかいっすね。いやー、フィーバインに使った方が良かったかな。本当にザ・チャイルドの範囲があるみたいな、そんな感じっすね。固定消去最大38かな、今の。ナイツもなしで38いきましたね。全然出てないからね、ちなみに。 どうだろう、まあ初見プレイだからこんなもんかなとは思うけど。まあやっぱモアナの方が使いやすい感はあるかな。決して弱くはないですけどね。繰り越しとかもね、モアナの方がやりやすいですね、正直。そんな感じがします。35。ういっ。よし、41。繰り返し、これループしないよね、やっぱ。なんかザ・チャイルドみたいな使い、なんだろう、この爽快、なんだろうな。単純に枚積が少ないだけかもしれないけど、少なくねえよな。もっとタイムボムがガーッと、そう、9チェンジを作っていけるイメージがあるんだけど、いけてないんすよね。7000か。
今の使っててタイムもあるんで。よし。さあ、54のみでもやってみましょう。よし。さっき、モアナ動画撮ってたんですけど、モアナでは、まあ、6000は超えて、まあ、7000いけそうだったんですけど、いけなくてですね。やば。やば。これで消えるんかな。おお、消えねえじゃねえかよ。消えねえじゃねえかよ。固定消去じゃねえじゃねえかよ。これはね、やっちまったな。焦ったな。あ、でも強いな。51でこれだもんな。あれ強ない強ない。トマトは強ない。強っ。うわー、フィーバー切れてほしかったな。使っちゃうかはもったいないけど、フィーバーに入れた方がいいんだ。え？実用意いけそうだぞ。あー、ボムキャンできてね。え、ガチ強いじゃん。え、まんまいけんじゃんこれ。やばっ。強っ。いや、繰り越しできんかったか。おい、え、ガチ強いじゃん。演出長いけどね。マイナス補正とかやっぱ関係ないよな。ここまで来ると関係ないよな。よし、危ね。モアンフィーバーいけるように調整したんで。タイムボムナイス。うわ、タイムボムナイス。8000超えたよみんな。強な。うわ、もう一回使いたかった。え、たまとは最強説やば。激強やないかい。強ない、みんな。やばない。マイナス補正とか関係ねえ。しかもこれ常駐でしょ。えぐ。8200枚か。
はい、ということで、玉とは強し、ありがとうございました。